言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。スカイハイのねサラセニアの MV が解放といいますかね、公開されましてね、解放ではないな、公開されまして、面白くて何回も見ました。ぜひ皆さんもたくさん見てください。てかバキのいろんな要素を入れているみたいですね。バキをちゃんと読んだことがないし、アニメもまだ見れていないのであれなんですけども、まあなんか味噌汁とかのやつもなんかこの味噌汁しょっぱくないみたいな感じのやつが確か予告編でありましたよね。裕次郎とバキのそういうちゃぶ台囲んでみたいなところのシーンもあったというか、まあわかんないからな。皆さんもバキ詳しい方もいらっしゃるかもしれないけど、グランパンパスあんまし分かってないんですよね。でも MV がね非常に面白くて、なんか中国拳法みたいな感じとかカンフーのシーンとか、まあ結構自分も世代的にどうしてもね、なんていうかジャッキー・チェンとかジェット・リーとかサモハン・キンポとかユンピョウとかあの辺で、ブルース・リーはちょっと上の世代になるんだけど、でも迷うドラゴンとかねもろもろ見ましたからね。まあカンフーものは非常に好きですよ私はまあカンフーものっていうか、まあ武道ものですね。空手でもいいし、そうで、なんかねこれが結構いろいろとキャスティングも面白くて、まずあれですね、師匠みたいな役、ザ・ロード・オブ・ジークンドーって書いてあるけど、今ちょうどねクレジット見てるんですけど、トム・コンスタンティエンですかね、なんかね日本で活動しているスタントでありアクション俳優手形で、なんか仮面ライダーも最新のやつかな出てたみたいですね、うん、っていう形で、はい、なんか結局ヒゲがボーってついてる師匠みたいな感じの、しかも外国、しかも欧米人じゃんっていうところが来て、あ、これそういうやつかって思って、つまりまあ、ふざけてるやつかって思って、でふざけてるやつではあるけど、なんかエンターテインメントとして非常にクオリティが高くてね、スタントもたくさん使ったりしてね、まあ少林寺拳法というか、まあバキの世界観なんでしょうからね、どの辺までがバキの世界観をいろいろモチーフで使ってるのかどうかもあれですけど、香港映画的に見たりするとなんとなく、まあ全然お門違いのこと言ってたら申し訳ないですけど、まあ多分最初の方にいたスカイハイは味噌汁を作ることにすごく自信があって、こうなんかすごくねこうちょっと気が強いような感じというか、つまりその傲慢な若者みたいな感じのところで、これが俺の味噌汁だどうだみたいな感じで師匠に見せるわけで、でもそれを食べてくれなかったっていうところで修行に行って、でいろいろ戦ったりして、それで最終的にお豆腐とネギだけの味噌汁で、それをルイ君、タイケ君、カノ君に食べさせるっていうねところですよね。でなんか本当にバキのほど分かんないので変なこと言ったら申し訳ないですけど、なんかこういろんなストーリーがあって、結局その修行することによって、で師匠との戦いのシーンもあるけど、あれ決着ついてないですからね、MV の中で。だからそこは決着をつけるっていうか、師匠に勝つためみたいな部分じゃなくて、あくまでも味噌汁を作るという平和的な、 BMSG がね標榜しているそういう形のことをやるためにっていうところで、だからなんていうか、多分一番最初の方のね MV の最初の方のスカイハイは自分の味噌汁の作るものになんかすごく自信があったんだと思うんですよ。でもそういうところじゃなくて、本当に自分が大切な人たちのため、つまりルイ君、タイケ君、カノン君のためにこう味噌汁を作るっていうところまで、MV の中のスカイハイの役をやっているやつはそういう風な境地に至ったんだろうなっていう ねMV 見てないと何のことかさっぱり分かんないし、自分でも何言ってんだろうなって思いながら語ってますけど、でも本当に面白かったですね。はい、でもう先に言っちゃいましたけどね、ルイ君、タイケ君、カノン君も出ていまして、まあ非常に面白い MV でございましたっていうことと、あとねいろいろクレジットに書いてあって、クレジットで面白いなって思ったのが、味噌スープ味噌汁って書いてあって、味噌汁を提供してくださったお店の名前も書いてありますね。はい、このお店一応調べたんで知ってますけど、まあそんな感じです。いや面白かったですね。はい、っていうことで、まあそういうことなんですよ。サラセニアが公開されまして、結構今のところね英語とかいろんな言語でコメントしてくれてる方も結構というかそれなりにはいらっしゃいましてね、うん、だからなんだろうな、結構やっぱりバキのファンの人で
見に来てる人がいるんだなっていうところはありますね。あ、楽しみですよ。だからどんな感じになるか。しかもやっぱりバキの世界観で MV を作ったっていうことで、その辺の部分っていうのを分かる人たちもいるんでしょうしね。うん。しかもまあ味噌スープっていう、あの日本独特のものを使っていますし、なんか非常にあの BMSG が標榜しているこのね、あの日本から世界へっていうところの部分では、味噌スープ、味噌汁はとってもいいんじゃないかなと思いますよ。健康食としてね、あの欧米人とかにもまあ食べる人は食べたりしますからね、まあ、どうしても匂いがちょっと苦手っていう人はいるのは知ってますが、はい、っていうことだったりすると思います。はい。で、あのですね、大阪の方のラジオ番組にスカイハイが今日出ていたのがあって、ラジコで、ラジコプレミアムで聞いたんですけど、この、まあ、サラセニアとそれからあのビーファーストのサルビアの方に至って、これがどうやらオファーされたのがだいぶ前だったらしいんですよね。多分あのサムネイルで伏せ字にしてあると思うんですけど、何々より前だったっていうところにしてあるんですけど、あのね、ギフテッドより前だったらしいっす。本当にプレデビューのちょっと後ぐらいにオファーが来たっていう話でした。マジかって思って。だから2年は経ってないけど、だいぶ前だったんだなっていうのと、あとまだそのバイグッバイとかも出る前のタイミング、むしろそのギフテッドが出る前のタイミングで、私たちがね、要するにデビューシングル、こういう楽曲で本当に大丈夫なのかしらって、こうすごくそういう心配していた時期ですよ。心配っていうか、まあいろんなことを言ってた時期ですよね。うん。その時期にまさかこんなのを抱えていたとは、相当心労があっただろうなって思いますね。いやでもなんか本当そうですよね。私たちが知れることなんて本当にごく一部しかないんだなと改めて思いました。うん。でもここにオファーしてくれたというか、 BMSG にギフテッドが出る前の段階でオファーしてくれたっていうのは、やっぱりザ・ファーストっていうものが大成功したからなんですかね。可能性を見てくれたんだろうなってとこと、あともしかしたらそのバキの作り手たちがザ・ファーストを見て、まあ当然そのスカイハイも言ってましたが、すごくなんか漫画的な感じのね、世界観の部分の強いオーディションでもあったし、あのガチでやってる感っていうのが、そのバキのその感じに合ってるなって思ったんでしょうかね。だからそこでオファーしてくれたっていうところで、まあ正直だってね、その後どうなるかなんて誰もわかんない状態でオファーしてくれたっていうわけですから、非常にありがたいなっていうふうに思いますけど、でも見る目ありましたね。本当にその後ガンガン行ってますからね、上の方にね。だからあの歌詞とかを、そのネットフリックスのアニメだっていうところで、歌詞とかがやっぱりいろいろとダメな歌詞だったらダメだってことで、まあそのヒップホップのね、人なんでスカイハイも、昔の楽曲は結構あの例えばちょっと乱暴な言葉も使ったりしてるし、そういう部分とかのチェックとかもあるっていう部分もあるわけで、それで早めにオファーしたっていうか、そういう話だったのかなっていうのを、あの FM802 のねラジオで語ってましたけど、まあだからそういうことなんだろうなって気がするけどね。うん。だから歌詞を書いたのはそれこそギフテッドの前ぐらいで、ただそのラジオで語ってたのが、あの BE:FIRST これからギフテッドっていう、まあ言ってみればあれもすごい冒険で、今からあの BE:FIRST は何者かっていうものをギフテッドで打ち出そうとしているタイミングでバキが来て、どうしようかなっていうのがあったみたいですけど、それはもうバキはバキの世界観で全く分けてそれで提示しようっていう風にしたらしいです。だからあの逆に考えると、歌詞はその時に作ったってことですから、スカイハイ、あのサラセニア、サルビア、あのザ・ファースト終わった後ぐらい、シャイニング1の後ぐらいの当時のスカイハイが書いたっていうことなんだろうっていう気がして、だからちょっとそういう部分はあるんでしょうね。ちょっとだから時系列が少し昔に戻って、うん、っていうことになるので、そこもちょっとエモいなと思いました。まあ、もしかしたら歌詞の書き換えとかは後でしている可能性はあるけど、まあでもそういうことみたいですよね。サルビアに関してもね、あのフルバージョン
早く聞きたいなって思いますけど、ていうかまあそもそももう今日が28日でこの動画上がってんのもう29日になってるかもしれませんけど、まあだからもうすぐですからね。うん、本当に今日28日だっけ。28日ですね。なんかね、最近日にちがよく分からなくなっちゃうんですよ。ね、まあそんな感じですよ。そうだからギフテッドの前にオファーが来てたっていうことでね、非常にすごい話だなと思いました。うん、私たちとは次元の違うところで戦っているんだなと、それこそバキの世界じゃないけどねっていうことなんだなって思いましたよ。私たちはそれをねついていくのが精一杯で、もうついていけてるとも思ってないけど、まあ、でもまあ本当にそのスカイハイも含めてね、今後さらにでかくなっていきますから、 BE:FIRST もマーゼルも BMSG もそれについていくだけですね。はい、という感じでございました。 MV の概要欄にリンク貼っておきますね。はい、はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく街角の語り部グランパンパースでした。